今回は、あの近江文麿という総理大臣ですね、非常に戦後の、まあ、日本の未来を決めるのに重要な人たちがいたんですけど、その中の一人ですね。<noise> <noise> いつもの仕事と違うんですごい自分にとってはもうううなんて言うんてだろ例外じゃないですか外国へ来てで英語で全部セリフを言ってみたいなだからすごいこう不安でですね大丈夫かなと思いながらねまあ一応撮影現場初日の時これは大丈夫じゃないなと思いながらすごいねまあ久々に頑張りましたね。ちょっっとあのアメリカのやり方ってほら あの何回もやるし、日本と違って、ワンテイクでね、1級入魂みたいな、そういうのと違うんでね、でも非常にあの、奈良橋恭子さんにはね、感謝してて、あのすごくあの、もう60過ぎてるから、もう世の友達はね、もうチャレンジはないだろう、お前みたいなのあるんですけど、いやいや、どっこい、これからやっぱりチャレンジャーとして、やっぱりやっていきたいなっていうふうに、ますます今回、思わせてくれたんで。